はい、では始めていきたいと思います。前回は結構荒れた展開だったのかな。すごくその減ってますね。でもまだまだある。まだまだあります。独立もっとガンガンしてほしいですね。幸先いいスタートは、信玄が心配なんだよな。寿命が、寿命がさ、尽きる前に独立を。なんでそんなしないの。いや、焦りますね、出だしって。出だしは焦りますね。何もないんじゃないかって不安があるのって、ま、長政だ。でも長政関係ないのか。針はちょっと見ましょうか。長政って全そして細川さん、西に送ろう。どうしよう。西文吾が確か空いてるんですよね。で、文吾のところをの城主にしましょうか。ただ忠誠度は100なので、茶器を奪って忠誠度を下げる。で、城主にすると。悪い戦法ですが、独立しないの。独立はしないのかい。荒木村重のところがなんか心配だな。なんかすごい、さっきからね、前回から一気がすごいんですよ。物資送れるならあげたいんだけどな。
朝雪寝返ってくれないかな、無理かな。仕方ないので、とりあえず文語の調子を細川さんに独立はない独立をしろ、独立をしてください。動きがまだ何もないですよ。信玄も心配ですしね。忠誠度の低い野望の高い城主がいて何にもないっていうのはな。違う、焦るな。人が多いので散らばってっていうか、こっちに送るだけなんですけど、こんなもんでか。さあ、何か準備は整いましたんで、何か一つ。なんもないな。やることないんですよね。暇なんですよね。暇なので何か。もう信長何やってんだよ。なんだ、信長の野望じゃないのかい。信長さん野望100あるよね。なぜ何も起こさないの？ねえ。あ、米うろ。なぜ信長さん何もことを起こさないんでしょうか。条件あるのかな。わからないな。無条件ってわけでもないんだろうけど。
定の戦力とか一定の米金とかなんかあるのかな。わからないな。わかんないですね。パートがあってもいいのかな、もしかしたら。まあ、前回がちょっと荒れてたんで、それのまあ就職してる感じなのかな。回収期かな。何してんの。おっと、共同軍組んでる。おお。負けてるし。負けてんのか。共同軍組むんだ。あ、信玄。残念。信玄の野望は叶わず。ただ替えの武将もいないので放置します。共同軍組むのはちょっと新発見ですね。独立してよ。独立してよ。その前に、まあ新発見あったからいいけどさ、独立を。何にもなかったら申し訳ないです。何にもなかったらこの動画の見どころは入門編でコンピューター同士が共同軍を組んだというぐらいです。信玄が亡くなったのもあるけど、そのくらいですね。個人的には新発見でした。5分ぐらいありますが、そのくらいしか見どころがない気がします。ちょっと米買う分のロスタイムは設けよう。面白いんだけどな。
個人的には面白いんですけど、なかなか難しいものもありますね。さあ何か、起きろ、なんもない、ちょっとお願いだから、なんか起きてよ、なんか起きてよ、何にもないのはやだよ。はい、お願いします。はい、お願い。中精度は低いはずですよ。低いままのはずですよ。企みがあるままのはずですよ、みんな。なぜ何も起きない。そういうこっちゃない。はい、はい、はい、違う。もう、頼むって。頼むから。何もないのは嫌だよ。もう本当に共同軍組んだぐらいしか見どころがないじゃないですか。申し訳ないです。本当申し訳ない。どうしようもできないもんな。見てるしかできないですからね。は？は？もう。なんで何にも起きないんだよ。独立する数って決まってるのかな。これ以上しないとかな、あるのかな。どうなんだろう。これ以上はもう独立できませんとか、そういうあるのかな。2、1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、15、6ぐらいですもんね。どうなんだろう。16か。ヨシアキが1個潰しちゃったんで16か。もし決まってるとかそういうのを見つけたら次で終了になるのかもしれないですね。
これで終わっちゃうのやだな。何にもないんだもんな。まあ仕方ない。じゃあ今回ここで終了にしたいと思います。次も何もなければちょっと何か考えなければいけないですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。